さあ皆さんこんにちは、始まりました英語 GO! ということで今日もですね、英語に向かって GO していきたいと思います。どうぞよろしく。さあ、本日は何をしますか。はい、元気よくご挨拶いただきましたけども、はい、改めまして、はい、佐野さん何歳でしたっけ。もう41歳でございますいやー、年々やっぱちょっといろいろとガタは来てますよ。はい、うん、で、まあ我々いつも一緒にいるから、うん、加納さんは若手芸人って思わないけど、うん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 、現場によっては若手扱いされるときは当然あるじゃないですか。全然あります、全然ありますもうとにかく芸能界上が詰まってますからねだって41歳でしょ、はい、いつもこう車の中でダウンタウン松本さんと作家の高須さんの昔やってた放送室っていうラジオ聞いてて、はい、いやめちゃくちゃ面白いんですよ。でもあんなってスタッフにブチ切れて、あんや大変だったらマジ本当に立つわ大変だったや、まあそんな俺らも38やけどさみたいな年下でそうなんですよ、ね、みたいなこともやっぱあったりしますしね、はい、はい、そんな中体力の衰えみたいな感じてんですか、うん、体力の衰えは感じます。体力自体も落ちてるし、筋肉とかもあれもうちょっとがっしりしてたけどなみたいな感じはすごく思いますね。あと記憶力も衰えてますねだからなんか逆にマネージャーもすごい気使ってくれて、これやって朝これやって昼この仕事やって夜これ入ってんですけどいけますみたいな、でもこっちはほら若手の気持ちだから仕事もらえるのも嬉しいし、いやいけるいけるとか言うけども意外ともう思考がもう止まってたりとかするんで、ちょっとやっぱその辺の仕事の分量も考えないとなとは思いますけどね。はいはいはい。で、今日はこの場で動きはしませんが、うん、自己申告でこのぐらいのことはできますよっていうのをアピールしてほしいなと。ほう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 。でもし僕らが本当って思ったら今度実証、はい、やってみます。ああなるほどね。はい、あ、わかりましたわかりました。はい。いや、マジガチで言いますよ。はい、例えばです、はい、まず1問目、はい、逆上がりできますか。できますこれはさすがにできます今でも今でもできます。逆上がりはいけるわ。いけます、うん、もういける絵しか見えない。何年やってないですか。25年ぐらいやってないけどいやでも逆上がりって別に体力とかじゃないと思うし、まあまあそうですね、コツ、はいはいはい、ここに力入れる、これぐらい勢いつけるとかだから、はい、それはできるな。あの不格好でもよければね、はい、とにかく回れればいいでしょ、はい、だったらできます、できます。好きできますロケとかでもなんかやってたりとかもあります。はいはい、はい、あのどこどこの店予約できたらみんな行こうぜみたいなスキップでこうなんかやってたりとか、そういうなんかテンション上がってるっていうこうなんか気持ち出すためにやってたりとかあります。はいはい、はい、でだからあの川田アナ、はい、スキップできないじゃないですか、はい、でそれにスキップを教えるみたいなこともなんかやったりとかしましたし、はい、それできます。あの方のスキップは本当に面白い。何回見ても面白い。何回見ても面白い。すごいわ。いけますね。はい、二重跳び何回ですか。何回でも何回いけますか。五回はいけるかな。ああ、はいはいはい。不格好でもいけるかな。はいはい、回せるわでしょ。はい、五いけるいける。その辺はちょっといけますよ。懸垂いけます。何回ですか。え、何回いけますか。もう、顎ぐらいまで上げる。リアルに8はいけるかな、はい、相当体力が8はいけるかな。よし、あの想像より体重増えてますよ。そうっすよね、うん、でもね、俺ね、結構ね腕の腕力というかは昔からあるんですよ。弓道やってたからってのもあって、はい、結構ね学生時代のスポーツテストなんかは2、30はいけてたかな。本当ですか、はい、すごっ、すげえ。じゃあまあ衰えたとして8、まあまあうん、5以上いけた5、6、7、8、うん、8いける、8いける。なるほど、はい、リフティング、リフティングはね
もう小学校時代から一生懸命練習してもこれどうやったらできんのっていう、もう原理がマジ分かんないんですよ、もう置いた状態からちょっと持って、でも持っていいOK、はい、持ってOKだったら2マジ苦手なんですね。マジであれマジで原理わかんないの。だボールをこっち側に回して、ね、膝、でどっか飛んでて1回やったら触れられるかなぐらいの今のところ人生でマックス6です、リフティング。ああなるほど、マックス奇跡的に、飛び箱何段とか。この前実はロケで、小学生がこう飛び箱を100人200人ぐらいで連続で飛び箱を飛ぶっていう、なんかギネスに挑戦したやつの応援に行って、途中俺らも入らせてもらったんですよ。俺も入らせてもらって、いろんな仕事してるんですよ。その時が飛び箱が5段だったかな、はい、5段は飛べました楽勝で、であと6、7、8となってくるとちょっと勇気が必要になってきますけど、そうですね、7ぐらいまではいけるかな。ちょっと怖いけどね、はい、着地が、着地の方がね、確かに区切ってなりそうで、あの今 YouTube でまだ見れますけど、あのサスケみたいなのに、ああやりましたやりましたね、あれも大変です。やっぱでもその頃と比べても体力やっぱ落ちてますね。めちゃくちゃ落ちてますね。そうあのね、そう多分飛べるんだけど着地の区切りが怖くてそれで飛べないっていうこともありますよ。潜水何メートル？20。結構いってますね。だいぶいきますね。いけるんじゃないかな。泳ぎは得意なんですか？あんまり。でも先生潜るのは意外と、昔ね25メートルプールで一人潜水やってみたんですよ。25いけるかなと思って、いけなかったんだけど、あもうちょいだったなってイメージがあるんですよね。20はいけんじゃないかな。何も見ずにラジオ体操、いやこれ自信ないな。結構ラジオ体操も今まで人生やってきたけど、どっかでずっと人のことをチラチラ見てないから見ながらやってるからあれそうなんですよね。ちょっとやってみていいですか。ちょっと順番、はい、こうでしょ、こっから始まって音楽の話だと難しいですね。でこうでしょ、はい、あのラジオ体操なんか俺聞いたことあるのが、すべてのラジオ体操体がこううまくこうつながってるよっていうのを聞いたことあるんで、はいはいはい、こっからこういってこっからこうなのよ、はい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 、でこういってこっからこうでしょ。いや違います。あじゃあこうでしょ。るんで違う違う、あそれもうダメだじゃあでこうか、はい、でこういってこういってこうでしょ。こうです。でこうでしょ。こうです。でこっからこうでしょ。そうです、はい、でこうでしょ、はい、でこっからこうでしょ。違う違う、え違うえここから何前屈、はい、前です。つながってねえじゃんじゃんこうか、はい、でこういって、はい、こういってでこれでしょ。違います。で体左右に振る、はい、こんなん、はい、こんなんあったっけ。1、2、3、あこうか、はいはい、こうでしょ。そうです。そうです。しょ、はい、でこういってこうでしょ。あ、違います。もう一回前屈のみたいな片足ずつ。片足ずつ。またやんのこれ、はい、あ、こうか。そう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 。で、こうでしょ。で、こうでしょ。違います。で、体を大きく回します。あ、さあ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 。で、これやって、はい、で、ジャンプか、はい、これやってで、深呼吸か。もう一回。違います。あ、もう一回これ。うん、なんでこれ2回やるの全然覚えてない。そうですね、まあ、今のでちょっと音があったらちょっと違うかもしれないけど、今のでちょっともう息切れてるもんいや、じゃあちょっといけるはずだっていうのは分かりましたけども、はい、ちょっと疑わしいところもあるので、今度機会あったら。いや、そうですね、はい、ちょっと見せたいっす、見せたいっすいやでもね、スポーツやんないとね、体力つけないと、はい、なかなか芸人もやっぱなんかちょっとずつこうロケとか体張るのも増えてき、ちょっとずつ増えてきたから、はい、またテレビでこう体張れなくても意外とこう
ネットフリックスとかアマゾンプライムとかそういうところでそっちは OK だよみたいななんかあったりもするからそうですね、やるしかないですからね。じゃあ体力ちょっとつけます、はい、もし何かあったらちょっと実証しますんでそれまでお楽しみにというところで、本日はここまででございます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。さようなら。最後まで見てくれてありがとう、気持ち溢れてる。チャンネル登録、いいねボタン押してくれたらなお感謝。